はい、一つきまんさしみです。ちょっと驚きのニュースが上がってきましたというのもですね、この安倍派五人衆がですね、まあ成人式でもう幕引きで終わったとね。うん、で、なので証人喚問なんかされてもね、えどうでもあのはそんなん知るかと。 いうことで、この安倍派5人衆がですね我々を引っ張り出して騒ぎたいだけだということでいやお前あの説明で国民が納得したと思ってんのかっちゅうか自民党内の議員ですらいや全然やばいよねっていうようなあーのー話をしているんやぞということで,でそれは何か。 なんでですけども、えー、この記事でございますまた産経新聞かちいう感じなんですけど「聖隣心で幕引きならず安倍派幹部話が違うじゃないか証人喚問要求に戸惑う自民」というふうに書いていて「うん、戸惑う自民」ってそりゃあの当たり前やんけっていう感じなんですけどこれどういうことかというと自民党派閥の政治資金パーティー、まあ、裏金問題ですね。で野党4党が 安倍派幹部ら6人の証人喚問の要求をしたことを受けて、まあ、自民党幹部たちがですね自民党がえーってこうなってるわけですよで成林審とは違ってですねあのー、こ証人喚問は嘘のことを言うと虚偽罪そういうことにですねあの処罰の対応になったりあと行きたくありませんっていう理由なき出席拒否もあの処罰の対応になるということでうもう成林審出たんだから終わってるでしょうっていうふうに。 こうなってるわけですよで,で驚きのコメントがこの中に入っていて冒頭でも少し言った安倍派幹部すでに成立審に出席した安倍派幹部は我々を引っ張り出して騒ぎたいだけだと野党側への憤りを隠さないって言ってるんですけどき直りり開んんまあ誰が言っててもおかしくないけどまあ、まあ、萩生田は言ってなさそうですよねだって出てないもん。 うん、だから松野か世耕か西村か高木なんですけど私は、えー、一番いいそうだなって思うのは世耕が。で、えー、別の安倍派幹部はもうめちゃくちゃだと嘆いた <laughs> まああの傲慢なのでいくとあの世耕さんねこの真ん中のこの世耕さんが一番なんか「我々引っ張り出しすぎて敵できて話が違うじゃないか」ですけど。うん あのもうめちゃくちゃだって嘆きそうなのは松野さんっぽいなっていう気が私はんとなくしますけど <laughs> まあこれね「あーの精霊心やったからもうあーのー裏金問題終わり」と「いやもう十分説明を尽くした」と「いや素晴らしいと」とちゃんと正々堂々出てきてね 裏金問題すべて記憶にございませんいつから始まったのかわかりません秘書が勝手にやりましたと堂々と言った俺は偉いこれで幕引きうんいやーでも本当にそういう意識なんだろうねっていう話を今日は本間さんとやりたいと思いますよろしくお願いしますどういう意識なの これもうだからさあのー、だからなんかいつも言うけど、うん、貴族だから「うん、え何平民が何三部会を開け!」「しょうがねえなもう三部会ぐらいじゃ開かせてやるからもうそれで満足しろよ」っていうぐらいの気持ちよ。うん、そうねうん。あのー、まあそうなんですけど、うん、三部会ちょっと難しいかな 例えまあフランス革命<の>フランス革命関係だと思っててください、はい、<laughs> もうね、うん、しょうがないと平民が何俺たちに何か意見する、うん、質問するうーんな本当は嫌だけど、うん、嫌だしもうここ100年ぐらいそういうことないんだから、うん、あのまあいやいや実際はあったよ、うん、日本の政治ではあったけどうん、うん、フランスではなかったんで。 あもうしょうがねえな3部会開かせてやるからもうそれでいいだろうって思ったら、うん、思ったらさらにね国民公開も開けとか、うん、いろんなことを言い始めたんで、うん、だっけんなお前平民崩れがあって、うん、今そこに写真写ってる人たちみんな思ってらっしゃるんですよ。ああこの人たちですね。 うんまあ、ちなみにあの三部会というのはですね、えー、と第一身分第二身分第三身分っていう人たちが、まあ、みんな集まって、まあ、わちゃわちゃそれぞれねあの話し合うっていうことなんですけども、あのー、第一身分が確か聖職者で第二身分が貴族で第三身分があの都市の商人とか農民とか特権をね持たない人々で確かね第三身分だけ納税の義務があって1と2は ないんですよ納税のだからそう考えると今も似たようなもんじゃねえかい宗教法人は非課税だし身分は自主なのかあの議員はそうあの自主的に納税してくださいとかって言って国民は確定申告してるんでしょだから全く同じなんだよ。いやすごいよね。すごいね。いつの間にかそうなっていたっていう、うん、やっぱりそれいつの間にかっていうのはだから皆さんがせっせと自民党に票を入れたりとかせっせと、うん あの選挙に行かなかったりしたせいでこうなってるわけです。実は結局つまりだその権力者が目指す方向っていうのは200年前とか300年前とかまあ,まあさらに数千年前まで全く変わっちゃいないわけよ結局。変わってないね。全然変わってない。うん、自分たちはねだってさはるかローマ時代にまで納税の義務とかなんとかっていうのは。 遡っていくわけだけどうん、うん、それをなんとか回避するために権力者は権力者になろうとするわけじゃんうん,うん、うんうん、で自民党の皆様はね素晴らしいもうそれ達成されてたわけですよ、うん、70年かけて自分たちはもう金払わな,いのかな,払わなくていいんだ、うん、しかもその自分たちの給料も税金なんだからさ あれだってルイ13世の頃1600年代に開かれて以来ルイ16世の1789年までな100何十年間か開かれなかったんですよね散部会っていうのは。そうそうでそれで第一身分の聖職者と第二身分の貴族とあとその子供たちで、まあ、大体50万人ぐらいで。 残り2500万人ぐらいがあの当時ちょっとお金持ちになってきたブルジュア商人とか農民とか平民とかこいつらにはがっちり課税をしてうちらはもう何にも関係ないですよ、ね、税金だってね若どころから、ね、昔のおじいちゃんところが払ったことないっすわーとかって <laughs> こういうの何か<う>似てるなおいっていう <laughs> でフランス革命が起きたのも結局あの財政がどうなるっていう話が問題だったんですよ、うん、いや もう財政が破綻すると、うんね、あのだってそりゃそうだよね。うん、<laughs> 貴族はもう使うだけ使いまくるわけさ。うん、<laughs> えーっと何ていうのその貴族一人にさ召使いが10人ぐらいくっついてさ、うん、別は履かせる係と、うん、コルセット締める係とかさ <laughs> 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 それ以外の仕事しないんだからさそういう。 そそんなのをさ、うん、お話にしてたらそれは国は国を破綻するわまあねに、まあ、フランス革命の話で言うとその平民たちまあ、当時のブルジェアも含めて2,500万人ぐらいが「でもなんで俺たちの税金でこいつらこんなに儲けてんだよ意味わかんねえよ」っていうふうにぶち、まあ、切れてでまあ、そこから財政問題 だったんですよでじ実はルイ16世とかまあマリー・アントワネットとかもじゃあ財政に対してどうしたらいいのかごちょごちょってねあの改革もちょこっとはやったんですよ。でそうすると今度は身内として「何、うん、で贅沢をねできなくなるんだよ!」とかってぶち切れるわけですよ。マリー・アントワネットがやったんで確か改革の一つで貴族はみんな便器のデザインかそれぞれ違ったんですよ当時。 でこんな別々の便器のデザインとかやってたらもういろいろ金もかかるから便器統一これで切れたりもされてたんですよ <laughs> なんかもう意味わかんないですよねでも彼らにとっては大事だったんですそれがステータスの象徴だったから、うん、だからね、うん、そういうので一気にあの不満が溜まってああいうのになっちゃったっていういやーまあさ当時の平民なんてほんと食うや食わずだからさ、うん もちろん今とは違うけどね、違うんだけれども、まあそれにしても根底に流れてるのは、もうとにかくね、基本的に議員、国会議員はみんな税金でから給料をもらってさらに自民党のこいつらは裏金をもらっていて、だってその裏金だって原資はみんな税金じゃねえかっていうもう。 もう、税金つかみ取り人生なわけよ。彼らとしては。ちなみにですね、本間さん。最近、あの、うん、BBC が報道して、ランセットに出た報告なんですけど。世界の肥満人口がですね、10億に突破したんですよ。お<ー>で、子供が4倍なんです。でも、うん、低体重は、日本人女性が指摘されてるんですよ。へえー、そうなんですか。はい。で、先進国において、日本の女性だけ、痩せが、痩せすぎが多い。これは。うん ダイエットのやりすぎもあるんだけども貧困問題うーんあるんですよ。なので食うや食わずになってきましたよだんだん。結構怖いよでもさ,でもさほらこの肥満っていうのってさ、うん、えっとほら片山さつきがさ、うん、あーなんか炎上したことあったじゃない。えー 低所得者があの片山さつきさんっていうのは自民党のあのすごい再ねあの女性議員の方で給与倍増名目 GDP1,000 兆円計画っていうふうに書いているこの片山さつきさんで合ってますかだってこの写真全然違うけどなあのトータルリコールみたいなさあの沿岸に出てくるあのパパみたいなのが。 ってるけどね、この写真違うでしょ、これ。いや、の、ばばーとか言うたらあかんけど、まあ、あの、像だああ、そう、これ、これ、これ。うん、まあ、ちょっと髪の毛のボリュームが多い方ですね。はい。うん、片山さん、トータルリコール。トータリコールはいいよ。あの、片山さつきさんが何で延長した ?2 億延長してるかなとことかわかんないんですけど。なんだっけ、ほら。子ども食堂にもっと寄付しろですか違うな。なんだっけえっと。 太って、あ、あの貧困層が多いとかって言われて、うん、いわゆる太ってる人いっぱいいるでしょうとかなんとかみたいなことを言って、ほら結局太る、例えばアメリカの、ね、貧困層でもすごい太ってる奴らっているでしょ。う。はい、はい、はい、あの、これあの糖尿病中心の話ですよねあ<の>あ。糖尿病だったっけ、うんうん、えっと、日本はホームレスが糖尿病になる国だって発言したやつなんじゃないですか <laughs> ああそう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 、うんうん、うん、そうそう。 でもそれはさ、要するに高脂肪のものを、うん、えっと要するにファストフードばっかり食ってるとそういう体験になる。っていうのを片山は知らないで、うん、食べってんじゃねえのって批判浴びたけど、うん、あアメリカなんかあの肥満人が多いっていうのは、やっぱそういう側面あるじゃないアメリカはあの、うん、成人女性で肥満率は高くないんです。うーんあれではい なっていませんあのアメリカは男性だけがベスト10に入って人、えー、人中42人があの肥満なんですよ、うん、で日本はあのー、女性の、ね、低体重はですね、えー、と東ティモールが、えー、100人に対して23人、あのー、痩せ型だとするとですね、うんえー、日本は100人中16人が痩せ型、えー、中央アフリカ共和国が100人中19人が痩せ型で。 ほとととんど中央アフリカ共和国とかと一緒でこれあのあの東ティモールとか中央アフリカ共和国ってよく内戦してる国ですよ。うん、だからもあるるけど貧困問題もあるんですよこれ二極化してですね、うん、貧困は太りまくる方向に行くのともう飢餓状態になるっていうのもあるんですけどまあでもねあのー、まあそれはあのー、なんか。 本当に食うや食わずの人たちも増えてきているから、うん、いや、ね、そういう中でさ、うん、世界屈指のお給料をいただいている国会議員が、うん、その税金の国ねお給料をいただいている国会議員がそれだけでなく濡れてで泡で、うん、をもらっている、うん、もうもしかももしかも何。はい 机の中に2500万とか入ってました。え、萩生田光一ね、知らない？2500万入ってたんです。余ってたんです。課税はしません。納税しません。多いね。やっぱ頭ずしいやつがいる。うん、やっぱりだからあのねあのうんなんていうのかなその今今週号とかで今井さんとその、うん、ほら、えー、と総選挙があったらどうするべきかみたいなさ、うん、話をしていて。 でまあ、そういう時にいろいろコメントがついたりとかさ、あと X でのコメントとかを見ていくと、うん、まあ結局はこんなにいろいろ国民の怒りはめちゃめちゃ溜まってはいるが、うん、野党の受け皿がないから、うん、え結局選挙やってもあまり変わらないだろうみたいな、あれを書く人が圧倒的に多いじゃない。 でやっぱりもうそこの考え方からしても本当、うん、こ,この失われた30年で考え方が固定しちゃってさ、うん、もうそれこそ、まあ別に自民党にとっては都合のいい話なんだけど、うん、世の中も変わらないこの貴族と平民のこの世の中っていうのは何が起きても変わらないんだって、うんうんうん あのー、だからほら結局はもう大して変わらないんだよね野党が弱いから結局は自民党が勝つんだよねっていうの、うん、もうまさにあのー、フランス革命前の思想そのものだよこの世の中っていうのは総理、まあ、はとりあえず置いておいて <laughs> 貴族と平民で出来上がっているんだうん、うん、でこれはもうねああ何 フランク王国時代からずっとそうなんだから残念っていうさぐらいの、うんうん、あの当時だってみんなそう思ってた思ってたでしょうねねでなんで今日本人の多くがさえだって野党もダメだからって言ってだって野党がダメだってそのねあのー、二大正党性を取ってる国なんて圧倒的に少ないわけで,ねそうですね アメリカとイギリス、うん、民主主義国家ででかいとこだってそこぐらいしかないわけじゃん。うんうん、他はみんな連合体でやってるわけで。うん、全然別にいいんだよ、連合体でやれば。なぜ一対一の巨大政党一対一でさ、うん、政党やんなきゃいけない。これはあれなのかね。日本が結局二大政党制を目指すって言って、うん、小選挙区制を入れた時のあの題目がなんかやっぱり、 こびりついちゃってるよねね結局自民党に代わる、代わる立憲民主、うん、または維新、とにかく自民党がゲアしたら、それに代わるのは単独の政党でなければならないみたいな、うんうん、なんかそういう呪文がさ、日本人の多くにこびりついてるじゃない、うん、そんなことないんだって、全世界の国々、フランスもドイツもイタリアもみんなさ、 与党っていろんなさ小政党のさ塊でそれがリゴを集散してくっついたり離れたりしながら政治やってるわけですよ。全然それでいいじゃないって俺は思うけれども、うん、なぜか日本人って「えっあとはもうダメだ!頭ダメ」とかなんとかって言ってさそれでもう選挙行かないとかってこれはあんたこんなことやってるから貴族どもがいい気になってさ。うん いやーもう俺の机ねお金がいっぱい湧き出てくんですよ1500万とか2000万とか明日になだったら2500万みたいなね、うん、こと平気で言うっていうさ。まあですねあのとはいえですよ野党にちゃんと入れる人も例えば立憲民主の人はですね維新となんか絶対組みたくないねって思ったりねれいわ新選組の人が例えばあの立憲民主と合体するとか。 ねうん、あるいは共産党と合体するとかって言ってもやっぱお互いいが結構あの嫌い合ってたりすするんですよね、うんうん、だから、あのー、そういうで維新に合流するんだったらいいよとでも、あのー、馬場総理大臣になって他全部手したなだったら維新の人納得するんですよ。 例えば、れいわ新選組の極端な話、山本太郎が総理大臣になって、他がついてくるんだったら、うん、いいよ、いいよとかっていう風な感じにこうなってて、結構、やっぱ野党同士も反目し合っているところがあって、そこはね、自民党と公明党は自由創価学会とかね、自由統一創価学会とかっていう風に言われても、選挙の時だけは、がっちり組むっていう、んです、うん、そこだけは、まあ、本当、ちゃんとしようなというだから、そう考えればいいわけよ、うん、野党さ、全然ね。 でもなだからこの間今井さんの,の時に今,あ今井さんとの動画の時もさ「本間、うん、さんどう考えてんのよ」って言うから、うん、いや俺はね全然別にそんなのい常日頃いが,みったいがみ合ってたって、うん、歴史的に見たら弱者が強者を倒すのは一つしかないわけじゃない一、うん、つにまとまるしかないわけよ、うん、でもう直近でいい例があるじゃないのと。うん 国境合作っていうのはあったじゃないのあんな国民党と共産党で昨日まで殺し合ってた仲がさ、うん、いきなりさやっぱ日本と戦うためにはさ、うん、手を組まってダメなんだとかって言ってね昨日まであの背金主義者どもをぶっ殺せとかさ <laughs> あの共産貴族とは絶対に手を組むなとかって言い合ってたのに、うん、いきなり手を組んだでしょ。うん、そうやりはいいのよ別にそれでいいんだって。 まあ当然あの毛沢東とか小介石とかねあの知ってるよねと国境合作っょった当然わかるようになってちょっと今日フランス革命とかサンブカイとかですねもうなんかちょっとあ今日休日だからいいじゃんちょっと <laughs> 休日<え>休日にとってるだけで明日公開したら平日だから <laughs> あそっか <laughs> うんあのそういう時代が 1> 1話の国境合作は 1924年から1927年1937年から1945年の2度にわたり中国の国民党と中国の共産党の間に結ばれたまあ同盟関係ですでえっ、ー、とまあそうねーまあ薩長連合よりもだいぶ全然、うん、<laughs> もうまああの今薩長勢力がまあ幕末の時にね連合となっ で,でそして徳川対して大政奉還になってっていうでその明治の玄君たちのまあ長のねあの島津とか元就毛利とかの,あの子孫たちがいまだに、まあ、内閣総理大臣とかえ財務大臣とかやってるっていう感じですけど本来薩長はですすねか悪かったんででよめちゃくちゃゃく、うん、もそれを手と手を結んで倒すぞと、うん、じゃないと徳川勝てんよと、うん、ね関ヶ原の戦いでのあの恨み晴らせないんだみたいな。 感じで一生懸命手を握ったののその怨恨をいろいろ無視して手握ったんですよ。うん、それのまあ1万倍ぐらいいろいろごちゃごちゃしてたけどとりあえず中国国民党と中国共産党を手握る大変なことよ。だ2回もだよ。<laughs> 2回やってるで、ね、<laughs> 1, 1回仲違いしてまたやってん、ね、そうそうそう。<laughs> あ<ー>まあさあ。 ね、共産あれは共産党がもう本当滅亡寸前だったから、うん、まあね、あのー、国民党にすがったっていう見方もあるけれども、うん、どっちにしろでもさあんだけもう考え方は真反対どころかさ <laughs> まあまあ言うとあ <laughs> 王あぐあいの距離があるぐらいのさ、まあもうこの写真とかね蒋介 <laughs>、うん、石と毛沢東が祝杯を挙げるタイプです <laughs> ありえんない <laughs> まあこのあと殺し合いになる。ありえないね <laughs> ありえないけれども、うん、でも結局ねあの巨大な敵にこの当時は日本軍だけど、うん、日本巨大な敵に対抗するためにはもういたし方がないっていう、うん、ことで手を組むわけよ。うん それでいいんだって、うん、だって弱者なんだから、うん、だから自民党まあこの,この際コメントはどうでもいとりあえず自民党をゲアさせるっていう一点においてね、うん、一点において野党は手を組むべきだと俺は思うよまあまあそれは当然ねそう思ってますよ野党の支持者の皆さんもねまあただ、うん、あいつら別の野党がアホだからできないのであってほんとね俺はそう思ってる <laughs> でもさ、立憲のさ、支持者にはまたさ、うん、なんか、ものすごいクリーンなリベラルな人たちが多いのよ。もう、維新とは絶対組みたくねえとかさ。クリーンなーリベラルですか。そうそう、もうね、はあ、もう脊髄反射的に維新とはダメだめだいや、維新なんて、俺は山犬って呼んでるんだからさ、うん、あんなのダメに決まってるわけじゃん。うん、だけど、維新と、維新は与党なのか、野党なのかって言ったら。 野党なんだようん、うん、で、えーと、与党になるんだとしたら、野党連合を作るか、うん、それか自民党にするよって与党になるか、うん、それしかないわけで、うん、で、現状では野党でいるわけで、うん、野党、で、自民党だって別に維新と組むとは言ってないわけでね、土壇場になったら分かんないよ。うん、だけど、今現状では野党なんだから。 自民党をゲアさせるために手を組むっていうのはあり、うん、でそれをもう脊髄反射的にいやもう石井は嫌だ共産党は嫌だ国民民主は嫌だえっ、ー、と前原は嫌だとかってさなんだったら<や>あの立憲民主の中でもあの泉健太はいいけども大沢一郎は嫌だとかもうなんかもうどん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 、うん、そうやってったらさいつまでたってもあの縮小再生産してるだけです、うん、ね まあね自民党と公明党って利権と金なんですつながってるの。うん、でこれですね、うん、皆さん利権とお金はですね分けることができるんですね。みんなで分けてやしやしでできるんですけど思想と理想を分けて共有できないんですよ。でき <laughs> ないね。だから野党はですねバラバラになってしまったそういうことなんだよ。いいんだって別に、ね、山犬でも何でもね。うん とりあえず自民党をギアさせるっていうところまで一緒にいればいいんだ山犬もカゴに入れてさ。うん、うん。なのにそれができない。うん、だけど今は千載一遇のチャンスがまさに来た。30年に一度のチャンスがやってき,きましたね。うん、やってきたわけでさ。そ、うん、こをできるかどうかだよね,、うん、ね。だって今のところさ、政林心開かせるとかさ、 承認関門請求とかって維新と立憲は同じ土俵でやってるよ。うんうん。ねだから手を組めるところは手を組めるわけ、ねうん、うん。俺はよ、うんなお前国境合作があるんだから何だってできるって人間は。まあ、佐長同盟だからね、向こうは。いや、俺、薩長 <laughs> 同盟って当時殺し合いしてたんだからね、幕末で。<laughs> うん、それなのに 僕が幕府倒すためにはもうしょうがないって手を組んだんですよ。もうね。薩長がね。手組むぐらいだったら、もうなんか公明党と手組むだって。でも朝部芝居ですよ。自民党にとっては、うんね、本当だよね。ねいや。ま、それをやらない限り、うん、それをやってるから、今一番の大きな塊に慣れてるわけで。うん それを上回る塊を作るしかないわけだよ。リアルにな政治の世界でね。でもね、リアルに考えれば考えるほど、クリーンなレベラルあるだったり、クリーンな。その政党、大好きな人であればあるほど、それ嫌なんですよ。嫌なんだよね。嫌なんですよ。で、しかも、そういう人ほど熱心に政治活動してるから、余計にそういう人に抜けると困る。 うんまあ、というわけで今日はちょっとね国境合作とかですね「長同盟」とかですね、まあ他にも「三部会」というふうに出てきたのでやっぱり最後はちょっとこの方のお言葉で締めたいとコンパドール夫人でございます。ねルイ15世の愛称としてね入って「影の実力者」というふうになってさらにオーストリアの、あのー、マリア・テリジアとレあのロシアのエリザベーヌだったっけそれを通じて包囲網結成したりですね オーストリアと仲良くなったのはこの人のね外交的手腕なんですよ。でそれがなかったらマリー・アントワネットもやってこなかったというぐらいの大人物の晩年のお言葉これ有名なんですよ。ね。というねうこう素晴らしいお言葉を言ってるんですよね。だいぶひねくれてるよな。 もう自分の美貌、も賢かったねあの人が最終的に亡くなっていくときにあ、これはもう終わりだと、ね、もうすべては終わる、わがなきあとにこうせよ来たれと、お前が一生懸命外交でさ、もう宿敵とつないだりとかいろんなことやったけど、貴族はぐちゃぐちゃやって、そして美貌が衰えてきたからって、あの旦那さんはこんなことやって、もう知らんあく は取構図よきいたい <laughs> そしてその予言通りですよルイ15世のルイ14世の時は太陽王ですよでそこたった2世代あとの中入り有毒性ぎょちんちょっぱですよ <laughs> 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 まあと<お>いうわけで野党だって言うてもああの庶民からしたら特権階級側ですからね ね、そういう人たちがもちろんもちろもちろやたずにちょっと合体して頑張るしかないんじゃないかなというふうに思います。うん、で本日は、えー、裏金問題でもめる、ね、あの自民党の人たちではあるけどもまあこういうとこそ野党はね合体して頑張った方がいいんじゃないかという話をねあのしたしてしまったんですけど本来は本間さん解散総選挙はいつだっていう話を動画を撮る予定だったでしょあなたあれ なんでその話してないんだっけだからもたさもまだ、ね、途中からなんか3部会とか言い出した。脱線しちゃったの ?3 部会とか言い出したわとか国境合作とか言い出したとかって <laughs> これちょっともう今日はだってで私もしかも楽しいからそっち乗っかっちゃったし。<laughs> <laughs> <laughs> というわけでそれは別に取りましょう。はいというわけで、うんえー、今日も読書チャンネル登録といいでよろしく。じゃあねー。 どうもはい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様の寒波がないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、寒波よろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。